サガオフィシャルバンドでやるって聞いた時どう思われましたか。そうなんだみたいな一言みたいな感じ。要はあのスクエニックスプロデュースなので、はい、という意味ではこういうことやるんですけどいかがですかみたいな、はい、ああいいんじゃないみたいな面白そうじゃないみたいな感じで。こう普段ゲーム音楽と作曲される時と違いというか意識されてることっていうのはありますか。やっぱりパフォーマンスあってのものなのでそのバンドスタイルっていうのは、はい、だからそういう意味ではどう自分が演奏してどう見せられるかっていうのを含めて、はあ、で自分だけじゃなくてバンドメンバーもどういうふうにあのフィーチャーしようかみたいな、そっちの方が大きいですね。なるほど。ゲーム音楽使うときはまあこう見られることないですもんね、うん、ああそのパフォーマンス、まあ、でもそれ急にやれることじゃないと思うんですけども、昔からバンドとかされてたんですか。やろうと思ったんですけど自分の好みが当時の学生時代だったんですけども、はい、誰も賛同してくれる人がいなくて、だから多重録音の方に行っちゃったんですよね。ああご自身で撮られる方にって。でもそれが今につながってるというか。そうですね。でもやっぱりあのオーケストラでやりたいバンドでやりたいっていう夢はあって、はい、でフリーランスになってからだんだんその夢が少しずつ叶ったっていうのはあって、で自分こう言うとあれかもしれないですけど自分が目立たなくてもいいんですよ、はい、なんか自分と一緒にやってる連中をなんかフィーチャーしたいなっていう、はい、ある意味プロデュース視点みたいなところがあって、はい、そういうところの目立たせ方っていうのをなんか考えちゃうところありますね。はあ、ご自身がパフォーマンスで目立つよりも周りのメンバーの方々、ね、はあ、そうなんですね。これからやってみたいこと、新たに挑戦してみたいことっていうのはありますでしょうか。まあ、さっき言った北海道とか、はい、いろいろ縁のあるところはいくつか場所があるんですけども、はい、そういう土地土地に対してのなんかオラガ発信みたいな感じで の,、はい、あのイベントだったり、はい、なんか催し物とかも含めて、はい、自分の音楽がそこに携わることができたらっていうところでなんかその土地土地に染み付いたものをやっていきたいなっていう夢は一つあります。はあ、その土地に根付いている音楽みたいなことをゲームにまた取り入れられる、うん、そうですね、音楽じゃなくてもいいんです。はあ、自分になんか需要のあるもの、はい、例えば自分の存在そのものなのか自分のこう喋りなのか、はい、もしくは自分の音楽なのかを含めて、あなんかイトケンといると楽しいよねってそこで言ってくれるような存在でありたいなと思います。はあ、なるほど。いやでも市川さんがですね、あの伊藤健さんとかと全国をワゴンで回りたいとおっしゃってたんですけどニーズは合ってるんですけど交通手段がワゴンだそうですけども、なんか体力が2人ともあるのかどうか市川さんはぎゅうぎゅう詰めのワゴンでとおっしゃってたのでなるほどちょっとそれで回られてまた新たに作れる音楽楽しみにさせていただいております。今日はありがとうございました。